次の目標は年間3,000万人の高みであります。観光立国をどんどん進めることは確実に長層性につながっていくと思います。政府は海外からの観光客を2020年までに2,000万人に増やす目標を立てています。しかし、すでに今年10月までに1,600万人が訪れ、達成の見通しが立ちつつあることから、さらに高い目標を表明しました。 また来年、参議院選挙と衆議院選挙のダブル選挙を行うかどうかについては全く考えていないと否定しました。